ホークスマリーンズ15回戦、今日大山がプロ1軍のマウンド8先発です。まあ初回ランナー背負って3連打、佐藤俊哉タイムリーヒット、左バッターにね、うまく合わされた、エンドランもかけられたってのもあるんですけど、1点先制、その後ランナーを置いて岡の打球を右中間、この打球を取ったのは周東。このプレーがチームを大山も救いました。だしこれ先ほどね、2点になったらこれが3点4点になったらかもしれないですからね、初回の攻撃でね、本当に救いましたから。さあ2回です。先頭ポランコ、この打球がセンターの後方、打球伸びていって、これがフェンスを越えていきました。第12号そのホームラン、2点目、2対0、先発は高野。さあ2回ランナー置いて、このフォークを甲斐が捉えました、レフトへ。大山も万歳、ファンも万歳。第3号ツーランホームラン、同点。3回です。2アウトランナー3塁で外、アウトコースの変化球が少し高めに入りましたね。これがさすが届くバッターですからね、レフト前ヒット。3対2、マリーンズ勝ち越し。4回からは澤柳がマウンドに上がって、これ5回のピッチングです。藤原をセカンドゴロ、高部はセーフティーバント、これがフライになってサードフライ。小川粘ったんですが三振と、この粘りところで取りましたけど、簡単にまっとっただけです。そうですね。さあそしてこれは5回ですが、ランナー2塁に置いて、このプレーでシュートが3塁に行った。ランナーワンアウト3塁で寄せただけはセカンドの方がバックホールするんですが、ホームイン、グラスチョイス、これで同点に追いつきました。6回です。ホークスはツーアウトからヒット2本でチャンスを作って、甲斐がこの変化球、中森からセンターまで運んでタイムリーヒット、解消し4対3、ツーアウトの後の3点とはね、ここっていう時に出ましたよね、欲しいっていう時にね、返してきてましたね。7回、津森がマウンドに上がってランナーを置くんですが、なかなか三振。藤原も強いボールでツーアウトと0点に抑えます。8回の表のマリーンズの攻撃、エルナンデスがマウンドに上がって、まずは高部を三振に打ち取ります。でその後小川が三塁まで進んで、ツーアウトランナー三塁から外三振。8回です。ランナー二塁三塁に置いて、甲斐拓也、中村俊哉からレフトオーバーのタイムリーツーベース、貴重な追加点。結果的にはダメを押していただきましたね。しかもこの甲斐先生、全部ツーアウトからなんですよね。そういう意味でも大きかったですよね。6対3、9回、松本がマウンドに上がって、先頭バッター岡がスタンドまで届くホームランは第6号、1点返して6対4。ただその後ポランコ、安田と打ち取って、最後は石川慎吾、ここはピッチャーゴロに打ち取って試合終了、6対4。ホークスの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーロー、まずは周東佑京選手です。今日は周東さん、打って走って大活躍でしたが、ご自身では今日のゲームいかがでしたか？大山が初先発で、なんとか助けてあげたかったので、良かったなと思います。助けるという意味では、まず1回の守備、右中間のフライ取れるという確信、自信はあったんでしょうか？いや、確信はなかったですけど、本当にあそこ1点で終わるのと、2点で、終わるのが、大山的にも変わってくるのかなと思ったんで、何度か取りたいという気持ちで走ってたら、ボールが目の前にあったので、取れてよかったです。そして5回の盗塁、32個目、2位の小深田選手に11個差、あの盗塁はいかがでしたか？完璧です。そしてその後、三塁からのホームイン、もうあそこも躊躇なくいきましたね。本当に吉田だったら何とかしてくれると思ったので、良かったなと思います。さあこれでチームは大事な2位ロッテとの3連戦勝ち越しました。ゲーム差も8に開きました。前半戦あとは3試合です。ファンの皆さんにメッセージをお願いします。本当に3試合勝って、いい形で終われるように、はい、頑張りたいと思います。まずは1人目ヒーロー、周東佑京選手でした。さあ、そして今日はまさに甲斐拓也姉となりました。もう1人のヒーロー、甲斐選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。今日は3安打5打点の大活躍。まずはホームランから伺いますが、どんな意識だったんでしょうか。いや、その前に大山をなんとかリードしたかったんで、それがこう初回からね点を取られて悔しかったんで、はい、結果的にああいう結果になって良かったです。はい。そして6回は2アウトランナーなしから連打でチャンスが来て迎えたチャンス、初球でしたね、あそこはね。まあその前凡打してたんで、はい、気持ち1本でいきました。そしてやはり3本目の甲斐さん、8回も2アウトからランナー2人を返したあたり、結果的には本当に大きな一本になりました。ありがとうございます。そして今日は最後までリードしてこの勝ちをもぎ取ったマリーンズに勝ち越したこの意味合いいかがでしょうか。まあ一戦一戦戦っていくだけなんで、まあ今日は。今日でしっかり反省してですね、またあさってからベルーナであるんで、ぜひ、足を運んでください。お願いします。さあ前半戦ペイペイドーム、このみずほペイペイドームは今日が最後になります。メッセージをファンの皆さんにお願いします。これからもっともっと熱い戦いになると思うので、本当に、ファンの皆さんの声援の後押しが必要になってくると思います。またこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。今日ヒーロー甲斐拓也選手でした。さあ今日は周東選手と甲斐選手が呼ばれましたのヒーローインタビュー。周東選手のまずはね、守り初回のね右中間の岡選手と打球追いかけていれば目の前にボールがあったという、そこに追いつくスピードですよね。だからそこで、やっぱりその多分確証なかったんでしょうね、追いつけるんで、車が走っていって、なんとか行ってからこう、追いつけたというところで、しかもだから、それが物語っているのは、やっぱりスライディングでいってるってことはそうですね、追いつけるという感覚があれば、多分そのままランニングの、スライディングじゃなく取れるんですけども、そうなだから、表現としては目の前にボールがあったということで、だからスライディングでいったんでしょうけどね、自分でもこう追いつけて、びっくりではないですけど、そんな感覚は少しあったんじゃないかなと。そこでもそこでこう慌てることなくスライディングでいって難なくこう落ちてしまうという球際ですよね。そこが出たかなという。